んじててですね。いやー、今日朝から移動ですよ、久保さん。おはようございます。まあ移動しながらでもですね、あの仕事ができると、まあ、移動しながらでも、まあ、仕事をしているという何なんでしょうね、はい。まあなんか物の見方を変えると、移動しながらでも仕事をしないといけないという見方もあれば、移動しながらでも仕事ができると、まあ要はね、考え方ってことですね、今回は。まあ人間っていうのは弱いわけです。ただし、まあ、考え方次第でね、強くなれるというか、まあ、乗り切れるということですね。だからいろんな考え方を勉強するということが大事ですね。だからその考え方の中で、例えばそのこういうね、インターネットを使ってこうやるっていうのも新しい考え方ですよね。今までは、まあ、会社で出社して給料もらうという考え方しかなかったわけじゃないですか。でその考え方だけだったら、まあ、これから生きていきやすいのかっていうと、多分生きていきづらいですよね。久保さんすごいですよ、これ。あら、ここにも放映されるんですよ、アップローチにも。映像か、すごくないですか、これ。ここでボタン停止できるっていうね、すごいですね。こうモニタリングできるんですよ文明のテクノロジーがすごいですねここでなんか自分確認できるみたいな、すげえな。だからまあ使い倒した方がいいですね。考えて使い倒すっていう、なんかやったことないとか使ったことがないものって分かんないじゃないですか。だから最初 iPhone 使った時とかも、なんだこれみたいな話ですけど、今ね、僕 iPhone8 年ぐらいは使ってると思いますけど、てか iPhone しかも無理ですね。 Android 一回も使ったことないですけど、だから使えばね、慣れるじゃないですか。だからなんか、まあ量しかないなと。まあ、徳子さんね、年金の話もしてましたけど、やっぱりね、100万本だ、100万本だから、これも考え方なんですけど、100万本アップロードするということに関して、なんだそんな大変な思いしてみたいな考え方もあれば、たった100万本アップしたら老後安泰だなと思えるのか、まあこう考え方ですよねどうすか。1万本なんかアップロードできないっていう考え方なのか、1万本アップロードしたら1億円稼げるのかっていう考え方なのかもう全部考え方じゃないですか。じゃあ結局考え方が全てにしましょうか。結局考え方が全て、だから考え方をいろいろとね、インストールしていろいろと使うといいと思います。でそうするとできるようになりますから、できないこともできるようになると。で、できないことができないということは、できない考え方だからできないんですよ。多いんじゃないですか。できないってことは、できない考え方だからできないと。できるようにするためにはどうすればいいのかっていう考え方があれば、それを実行するし、できるようになるだろうし。そんな感じですかね。